福岡大学4年の岡田大和です。今回は1日密着ということで、僕の普段の日常を撮影していきたいと思います。今日は一限にゼミがあるので、今から朝ごはんを食べて大学に向かいたいと思います。はい、朝ごはんができました。起きる時間によって食べるものが少し変わるんですけど、朝はだいたいこんな感じです。でその白いコップの飲み物はアーモンド効果という飲み物に青汁を溶かしたものです。それでは食べていきたいと思います。はい、Day2 です。福岡大学、週に2回筋トレ朝、今日は7時半からですけど、午後練が夕方からある。で午後練はまあちょっと僕怪我明けなので今、参加できないので、まあ、この筋トレ部分参加させてもらってるんですけど、めちゃくちゃ筋肉痛。選手たちはそれにプラスアルファ走りとボールトレーニングがあるので、今日はしっかりとやっていきたいと思います。今日もか。胸と肩周り、胸ここメインのところ、ベンチプレス、ウォーミングアップ2セットやって、メインセットが1、2、3セットね。で、自分の 90% 限界まで、5回、6回、そしたらそのまま少し重り 80% に下ろして 80% で限界、上がらなくなる。で 70% で限界、これが1セット。肩周りは、まあ、俺が説明する。レスラープッシュアップ20回やって、懸垂、すぐ懸垂10回やって、すぐメディシンボールスローをやります。で、これを3周、3セット。はい、じゃあ行きましょう。せーの、2種目目。
お疲れ様です。朝の筋トレは体にきますか？体にきます。結構慣れてくるもんなんですか、やってると。自分に基準に合わせてやるんできついですね。なるほど。筋肉でいうとどういうところが自分の中でこう課題点だったりっていうのがあるんですか？僕は瞬発とか臨床性っていうのが課題だったんで、それを強くなるよ。いや、どれも練習はちょっとまだ怪我のため怪我したいと思う。ちょっと頑張っていきたいと思います。やばかった。でも最高に気持ちよかったです。なんか強さの秘訣わかる？この店は結構来られますか？試合前は大体ここに来て塩サバを食べてます。今日の食事のポイントを教えてください。試合前日なので油物は控えて魚をチョイスしました。食事にこだわりは日頃からありますか？油物は食べないようにしていて、タンパク質を多く取るように意識しています。食事プラスサプリメントとか取ったりしてるんですか？プロテインは毎日飲んでて、サプリメントっていうよりかは自分は食事で取るように意識しています。今エアーズという低酸素ジムに来ているんですけど、今から30分程度トレーニングをしていきます。今日行うメニューは20分ぐらいランニングをして、最後にインターバルをやっていきます。ここは標高 3000m と同じ酸素濃度で酸素が薄く心肺機能向上につながるトレーニングです。頑張ります。トレーニングが終わりました。夕方から練習があるので今から家に帰ります。今回はですね、岡田大和選手1日密着ということで、北海道コンサドーレ札幌に内定、して今現在福岡大学4年生なんですが、まあ、今回撮らせてもらうのは、まあ、1日なので多分日によってちょっと違うと思うんですけど、今日だったら、まあ、筋トレ朝、7時半からやって、で単位の方はもうほぼ取れたんです。ほぼ取れてます。じゃあもう結構フリーというか自分で使える。はい、そうです。その他って例えばその日によって違うと思うんだけど、どういうことされてます？まあ試合前はケアに行ったり、まあ、あとは疲労が溜まってたら温泉とかに行ったりして、まあ、サッカーのために時間を使っています。しかもちょっとさっき話したんですけど、別時間でトレーニングしてる日もあるっていうことだったので、それはもう意識的になんかこう、まあ、体力を上げるとか筋力を上げるとか、なんか目的を持ってこうやってる感じ。コンディショニングっていうより強化。強化ですね。あ、やっぱり来年からプロの世界に入るので、まだまだ成長しないといけないと感じてるので、でも左足昔からあんな強いシュート打ってたの？そうですね、結構昔からです。俺ちょっと大げさではないと思うんだけど、ルーカス・ポドルスキー以来のちょっと強シュート見たんで。それなんか特別に練習してたとか、結構蹴り込んで。いや、もう小さい時からひたすら壁にボール蹴ってたり、あとバスケットボール蹴ってたり。あ、そうなんだマジで。実際北海道コンサドーレ札幌の練習、まあ、キャンプの時行ったっていうのはちょっとお話聞いたんですけど、プロの世界にいて感じたのは、このやれたのかちょっと差を感じたのかってどっちの方でしょう？差を感じた方が大きかったです。それはどんな部分で？まず基本的な止める蹴るの部分から、やっぱ違うなと思いましたし、あとやっぱり判断の速さだったり、一つ一つのプレーが全然足りてないなっていうのを痛感しました。やれる部分はどういうこと感じましたか？まあ、自分の武器であるフィジカルだったり左足の部分っていうのはプロの世界でも通用するなっていうのは感じました。ちなみにちょっとこう息抜きっていうのは何をされてます？多くの日は必ずサウナに。あ、サウナ。サウナが結構好きなんで。まあ、あとはコーヒーが好きなんで、カフェ行ったり、カフェ巡りしたりとか。はい、本当プロ内定選手っていう、まあ、それ内定したなりの理由があるので、
そこら辺もちょっと注目しながら見ていきたいと思いますので、まあ、参考できることがあったらぜひ参考していただければと思います。それでは続きをどうぞ。はい、こんにちは。ちょっと朝もフィジカルのところ結構上げてる分の体のしんどさとか重たさとかっていうのは当然あるけど、もうそれはあって当たり前だし、強くなるためにね、それはある中でやらなきゃいけないわけなんで、今日はあの当然切り替わりのとこだったり対人のとこだったりっていうところのね、際の部分、そこをもう一段、まあもう一回上げるつもりで、で今日はあの高校生が、4人入りますけど、特別扱いはしないんでこっちの基準でやりますよというところで、今日はあの今も言ったように高級で対人が入るのとスプリントが入ります。スプリントした後は対人とか、なんで怪我をしないようにいい準備して練習してみましょう。行きましょう。強度上がるんで集中してやっていきましょう。よっせーの、ゴー、気をつけて、後ろに膝伸ばしてお尻少し浮かして少しくの字になっていくから、ヘディング練習してんだけど、ここさヘディングって、まあ、監督とも喋ってたら、この腕の使い方とかめちゃくちゃ大事だね。はい、この前もね北海道行った時もあの生徒たちに言ったんだけど、全身で反動を使ってここでプロテクトしっかり弾くっていう、これがね意外とできない選手も多くて、まあ、そういう意味では基礎的なヘディング練習っていうのは非常にこうクリアだけじゃなくて、よし、あーきついこれ、アンダーカテゴリーに入ってる選手だったり大学選抜とか選手もかなりいるみたいで、1年生でも5人あのメンバーにはこのトップチームにいるみたいで、1年生で5人で結構多いと思うんだよね。確かにまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないですよね。優秀な人材がめちゃくちゃ多いんだと思う。いや違う
練習見させてもらったんですけど、僕からそんな言うことないなと思いながら、その強度だったりとか、あえて言うんだったら、本当はこれはどこにも言ってるんですけど、細かいことっていうか、ポジショニング一つにしても、守備の距離感にしても、今、ロックってこう、ブロック作ってると思うんですけど、立ち位置とか、コンパクトさの中で、誰がタスクを振るかっていうのがすごく重要になってくるので、だから、あれを瞬時瞬時で判断できるとか、トーマス・フェルマーレ選手って、ディフェンダーでいいんですけど、一緒にやったんだけど、レベルのヨーロッパで、やっぱベルギー代表とかのレベルですごいやっぱ細かい守備ラインのアップだったり、この一歩の下がるスピードだったり、もう本当に細かった。ちょっとバックパスやったら首振ってちょっとでもこうポジションを修正したりとか、だから本当に細かいことをこれからプロ目指す上ではどんだけ突き詰められるかっていうところだと思うので、皆さんその能力があるので、それをしっかりと大事にやってください。あとリーグ戦、期待します。正直に頑張ってください。ありがとうございました。この間雨のゲームで、リスクがあったんで、この、下がっちゃった守備になっちゃったので、その前の九国戦も少しややね、相手の勢いをこう出させちゃったっていうのは、この踏み込みがやっぱり甘かったからだったので、自分たちのプランしたビルドアップをしたいんだけど、それにはまるか、そんなもんぶっ潰して全部取ってしまうか、だけどそれに対してチャレンジするだけじゃなくて、ちゃんと後ろもね、バーリングもポジション考えないとね、で相手のプラン消してしまえば相手それ以上に、今日守備強度を上げたけど、もう一回今週 ね、これぐらいの強度で高いところに連れてった時、相手とも差が出るから、その意味でこれに合わせてやっていきましょうっていう、明日それ短い時間のゲームでしっかりと行きましょう。はい、お疲れ様でした。2日間上げてるのでしっかりケアしてください。お疲れ様です。福岡大学、練習、今回は参加できなかったんですが、本当にこの強度だったり、乾監督が指導していることが現代サッカーに通ずるもの、今のトレンドにとらわれずに、やっぱトランジションの中ですぐに縦を見るところだったり、やっぱそのボールが持ってない人が追い越したりとか、守備時の対応だったり、非常に勉強になる機会でした。福岡大学今現在九州大学リーグトップ走ってますし、でプロ内定選手もこれからも、現在は3人なんですけど、これからもまだ出てくる感じなので、皆さんこれからの福岡大学サッカー部も、ぜひね、注目していただければと思います。ぜひ応援の方もよろしくお願いします。ということで、今回はこれでお別れしたいと思います。それではまた。筋肉痛やべえです。ありがとうございました。